はい、こんにちは、小江でございます。ということでですね、まぁ、今回はね、久々のボード動画、ホワイトボードをね、使った動画となりますけれども、まぁ、今回はですね、タイトル的にね、動画のタイトルにも書いてありますけれども、こちらですね、ラブライブにおいては、ポップアップストア、もしくは展示イベントなどをですね、イベント開催ができるのかっていうことについて、話していきたいと思います。イベント開催、ポップアップストアや展示イベントっていうふうに、これ、例題としてね、ポップアップストアや展示イベントと書きましたけど、一応ね、これ、イベント開催っていう、大きなテーマとして、今回はね、皆さんとね、予想とか、考えていきたいなと思います。なんでね、こういったね、テーマを取り上げようかと思ったかと言いますとね、ラブライブっていうコンテンツにおいては、ちょっと最近ね、イベントとかが消えてしまったりとかもありまして、で、しかもね、5周年イベント、来月の、下旬あたりで行うはずだった5周年イベントも、もうだいぶ前の時点で、中止が決まったりとか、もうだいぶ先のイベントもね、流れてしまってるって状況なので、今後こういったイベントができるのかってこともね、考えていきたいと思います。やる可能性があるのかってこともですね。まずですね、最初に、自分がどう思ってるかっていう考えをですね、述べさせていただきますと、自分はですね、やるんじゃないかなと。イベント系に関しては、こういうポップアップストアか、展示イベントとか、そういった系のイベントに関しては、行うんじゃないかなと。で、早くて本当来月とか再来月ぐらいには行うんじゃないかなって自分は思ってまして、それについてはですね、3つの要因がありまして、ここにね、書いてありますけども、これをね、今から説明していきたいと思います。これね、ちょっと端折った感じでも書きましたので、ちょっとね、わかりにくいかもしれないんですけども、大まかにはちゃんと説明したいなと思いますので、僕がですね、今後、展示イベントとか近いうちにね、やるんじゃないかなとかって思ってる要因としては3つありまして、まず1つ目はですね、他のコンテンツでは再開の流れがあるということで、これは現在進行形です。はい。再開の流れがあるっていうのは、これはですね、現在進行形となってまして、他のコンテンツ、アニメゲーとかのコンテンツのことなんですけど、ちょっと名前は伏せますけれども、ポップアップストアとか展示系のイベントを、本当に大きくくくってイベントというものをですね、他のコンテンツではちょっとね、一部再開の、目処が立っていたりとか、もうすでに再開しているといった、流れがありますね。同じようなね、アニメ系のコンテンツで再開の流れがあるから、ラブライブもちょっとね、今後、やるんじゃないかというふうな、個人的な予想ではありますね。というのがですね、一つ目の要因。で、二つ目の要因はですね、今後の時期的に消費意欲が高まるんじゃないかと。これはですね、別に何も、グッズ系とかに限らず、すべてですね、はい、夏の時期にこれから入りますので、シーズン的にね、消費意欲が今後高まっていくシーズンなんじゃないかなと。事実ね、今はまだ検討段階ですけど、8月になったらね、GoTo キャンペーンって言ってね、旅行代金をね、一部、政府が補助してくれるっていうキャンペーンとかありますけど、そういう感じでね、消費欲が高まる時期なので、夏っていうのは。だそういったね、夏の時期にね、合わせてね、何かしらこういう外でね、リアルイベントを行うんじゃないかなって自分は思ってますね。はい。やっぱりね、このね、夏の時期っていうのはね、結構、商売にとってはね、大事な時期なのでね。行うと、自分は思いたいですけどね。これもね、今後の流れ次第ではもちろんありますけども、状況次第ではありますけども、もしね、このまんま、今落ち着いてるか落ち着いてないかっていうとね、ちょっとここはね、議論の余地がありますけど、一応ね、名目上は、イベントとかはできるっていう今流れなので、このね、状態が続いてくれれば、問題なく、夏のね、消費欲が高まる時期にイベントとかを行えるんじゃないかなと思ってますね。これがですね、二つ目の要因で、で、三つ目のですね、要因が、これですね、整理券方式や、オンラインでも売るなどの対策をすれば十分に行えると思うというふうに書いてありまして、これはですね、要因というか、行えますよっていう、結構現実的な、考えなんですけども、自分の。はい。事実ね、こうしたね、形で行ってる他のコンテンツっていうのもありますし、整理券とかね、オンラインでも売るっていった対策をすればね、どっか箱借りて、で、整理券とかももう完全にオンラインにするとか、オンラインじゃなくても結構やってるところってあるんですけども、整理券を、要はその場で配るみたいな感じでやってるところもありますけど、オンラインでもいいし、オンラインじゃない整理券でもいいし、とか、
そういった感じで、まあ、入場制限をしたりとか、まあ、検温したり、マスク着用したりとか、消毒してもらったりっていうのを、きちんとすればね、十分こうしたイベントは行えると思いますので、まあ、ぜひね、この対策をすればっていうね、ところ、ここをね、きちんと気をつければ、まあ、既存のね、コンテンツのイベントも、外でのイベントも、まあ、行えるんじゃないかなということで、まあ、僕はですね、夏の時期に合わせて、行うんじゃないかな、イベントをね、まあ、皆さんはね、これに関して、まあ、いろいろとね、考えあると思いますけども、どう思いますでしょうか？ぜひね、下の方にコメント欄にね、いろいろと何かご意見、お聞かせいただけますと、幸いでございます。はい、ということでですね、まあ、今回は、ちょっとね、この、ラブライブにおいてね、展示イベントとか、まあ、大きく分けて本当イベント系ですね、大きくくぐってイベント系が開催されるのかっていうことについてね、ちょっとお話をいたしました。はい、ではですね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。